い、じゃあ1時間目は国語の授業ね。1号くん、教科書11ページから読んで。俺からですか？なんで俺からなんだよ。普通一番前の席からだろ。あれ、いきなり漢字がわからない、わからない。ちょっと1号くん、どうしたのよ。昨日宿題出したでしょ、教科書読んできなさいって。読んでこなかったの？もう読みましたよ、ちゃんと読みましたよ。ちょっとわかんない漢字飛ばして読んだだけですよ。何やってるのよ。それじゃあ宿題の意味ないじゃない。もう部活ばっかりしてないでちゃんと勉強もしなきゃダメよ。もう授業進めるわよ。ちゃんと黒板写すのよ。あれ、また思い出しちゃった。そういえばあれ何だったんだろう。何だったのかな。ハムスケくん、ハムスケくん、ちょっとハムスケくん、何ぼーっとしてるのよ。聞いてるの、聞いてるの。はあ、何ですか先生、すいません、何ですか。もうちゃんと授業に集中しなさい。もうすいません、すいません、ちょっと考え事しちゃっててすいません。僕はいつも思い出すんだ、あの去年の夏の合宿の日を。あれは何だったんだ、何だったんだ。ほらほら、みんなもっと走って走って、ほら遅いよ、まだスピード上げて、ほら。はあ、俺たち卓球部だぞ。卓球部なのになんでこんな走らなきゃなんないんだよ。もうほら走って走って、足腰鍛えないと強い卓球選手になれないぞ。ほらほら。私もう無理、無理かもしれない。バタン。ゆきみちゃん大丈夫、大丈夫。先生、ゆきみが倒れました。先生、無理無理、もう無理です。私はお家に帰ってアイスクリーム食べます。もう無理です。みんな頑張ってね、頑張ってね。よし、みんな、今日も練習始めるぞ。ただ、その前に、一つ残念なお知らせがある。みんなも知っての通り、ゆきみさんが退部するそうだ。寂しくなるけど、仕方がない。これからは、この4人で頑張っていくんだ。いいな？はい。よし、じゃあ、明日から合宿を行う。みんな、気合い入れて練習するぞ。ねえ、じゅんくん、ここかな。校舎の裏にある古い建物だって言ってたけど。うん、そうだな、多分ここだよ。ここって合宿所だったんだな。ただの使われてない建物かと思ってたよ。よし、入ってみるか。ちょっとカビ臭いけど。よし。ねえ、ちょっと遅かったじゃん、何してたのよ。あ、ごめんごめん、ちょっと迷ってたんだ。だってこの建物使われてるって知らなかったんだもん。もうそんなことより早く座って、あれやるわよ、あれ。ほら、じゅんくんからよ。ほら、サイコロ振って、ほら。あれ、僕の強さを知らないのかな。負けたら掃除当番変わってもらうからね。望むところだ、かかってこい。ほら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 、あれ、じゅんくん掃除当番確定かな。ほらほら。おい、お前たち。おい、何時まで起きてるんだ。明日朝6時からランニングだぞ。さっさと寝ろ、さっさと。
い、わかりました。なんだよ、つまんないな。よし、みんな、明日から練習頑張ろうぜ。おやすみ。おやすみ。スピン、スピン、スピン。なんか全然眠れないな。みんなもう寝ちゃったのかな。あ、なんかちょっとトイレ行きたくなっちゃった。おい、みんな起きてる？誰かトイレに行かない？一緒にトイレ行かない？え、嘘だろ、みんなもう寝ちゃったの？俺一人でトイレ行くの？マジかよ。いや、めちゃめちゃ怖いじゃん。何にも見えないし。マジかよ。あ、あそこかな？トイレ。てか、電気ついてないじゃん。もう。あー、真っ暗でトイレ、やだな。どっかスイッチないかな？スイッチ。あ、あったあった。よいしょ。カチッ。ふぅ。あー、すっきり。ガチャ。ん？あれ？なんだ。俺の他にもいたんだ。なんだよ。てか、一言も声かけずに出て行っちゃったな。誰だ？まあでも夜中に大きい方してるってバレたらちょっと恥ずかしいもんな。よいしょ、ふう、すっきりした。よし、これでぐっすり寝れるぞ。合宿中にお漏らしなんかしちゃったら俺の人生終わりだもんな。よし、これで大丈夫だ。さあ寝るぞ。あれ？あれ？あれ？ねえ、ちょっと気になって寝れないんだけど。寝れないんだけど。皆さん、お分かりいただけたであろうか。お分かりいただく前にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。トイレ真っ暗だったじゃん。真っ暗なトイレに人がいたの？誰？誰？ちょっとみんな起きてよ。ここ出るよ、出るよ、やばいよ、やばいよ。何？ハムスケくん、何？ハムスケは合宿中一睡もできなかったと言う。危ない危ない、真っ暗でお尻拭けないとこだったよ。ふう、スピー。